強引に右に来た車あるから、どうしたのかな、この車白いの行きたかった。はい、どうぞ。いやでも昨日のあれでなったと思えねえな、ドライブで。当て逃げされやすいよ今止めてるとこでしょ、あれはね、たまたま業者の人がこすっただけで、あのちゃんと連絡くれてたみたいだから分かってるよ。我らの知らないとこで警察をわざわざ呼んでいろいろやったんだろうね。じゃあ分かってことだよね、あれやっぱりみんな左行ってた今チラッと見えた。そういうこと、警察呼んでさ、ぶつけちゃいましたって言ってさ、うん、いろいろやってたんでしょうね、あそこに駐車中の時に、まあね、駐車場のところで、近所の人がどうしたんだってみんなわらわらきっと見てたんでしょうね。当の本人たちは乗るまで気づかないから分かんないよね、一生、お、あれあれ、どうしたどうした、無理だって。あー、早いここね、ちょんぎろ、もう一箇所もなるかなると思うよ、この状態案外いけてる。いや、あの組合のキリちゃんいけてる。おお、いけてる。素晴らしい。キリキリやな。で、あの車はやっぱでかいから、どうしても。うん。ちょっともうでっかいの貸せてあげよう。おもれ申しちゃってんだよ、かわいそうに。うん。このでっかいの行ったら、我々も行こうかな。よいしょ。いける？うん。これで右に入る人たまにいるから本当腹立たしいよね、あれ。右、うん、この状態でこの位置から右に入ろうとする人いるんだ。いるじゃん、こう車線入ろうとする人、横に。あ、この右の方、うん、まあ、知らないでだったらしょうがないと思うけど、わざとっぽい人ってなんかわかるよね。わかる。なんか何もしないでさ、強引に入るじゃん。いるいる。なんか間違っちゃった人ってすげえアピールしてくるじゃん、手挙げて、ごめんなさい、ごめんなさい、入れてくださいみたいな。まあね、すげえわかるよね、あれの差がね。うん、これね、なんかこれがついてんだよね、持ってるけど、よし、売ろう。
売らねえよたまたま安く売ってたんだよあそこ、まあ本厚木の4000円でも安かった、迷ったけどね、めっちゃえ、これ何クソ高えなと思って、でネットで調べたら裸でも1万円ぐらいします。そうなのこれ、要はギャルゲーみたいな感じ、ギャルゲーというか主人公男の子一人で、でなんかミッション中に転がってる女の子を拾って遊んでる。あ、そうだ、昨日のさ、あれ、カツヤ少しそのに、まあ、米はあんな味ねえもんだけど、肉はなんかちょっと味が薄いみたいに言ってたじゃん、理由が思い出したわ。何？あれ、酔い止め飲んでたからね。前も酔い止め飲んでて、なんか味薄いみたいなこと言ってたじゃん、だからじゃん。だって結局酔い止め薬ってちょっと感覚麻痺するようなもんでしょ、酔わないために。じゃあ味覚おかしくなるよね。すげえあれ飲んだ時に喉乾燥する。さて、ね、今日のハロウィンはどうですか。ただ酔い止めも飲みすぎるとそれで最近吐いちゃってんのかなって思う時ある、あれ昨日はハロウィンだったの。違うよね。違うけど土日だから。だからいたのか、それだけだよ、ちょうど休みだから。で目指したいから来たんだ。承認欲求の塊なの。ていうかあそこ行けばいいのに、そんなにやりたいんだったらコミケ行けばいいのに。コミケやってない。あ、いやいや待てばいいのに。で池袋ハロウィンって金払えばやれる安全なコスプレイベントだから、そっち行った方がいいよ。池袋ハロウィン、毎年やってるやつ、有料のやつ。いや普通のコスプレイベントだよ。コスプレイベントだけど、そのハロウィンの時期に合わせてもいつも開催してるから。でも金払えばさ、安全なイベント、安全に街中で撮影できるしさ、個室もバッチリあるしさ、そっちの方がよくね。まあ系統が違うからね、コスプレ、あとあの承認欲求のコスプレは違うからね。あの人たち金払ってまでやりたくないんでしょ、どうせ。こういう風になるまで頑張るよ。さあ、当てられて思い出したけど、昨日のあのお兄さん思い出したよ、サービスエリアの。あの車で当てられたら泣くよな。いや、あれはね、一瞬やられてないかって不安になるよ、あの止められ方してた横。だから私でも見ちゃうよ、あんなの隣いたら。え、ぶつけられてないよね。二の一番にさ、先見に行ったもん、ぶつけられてそうな箇所。俺のとこ行きに来るかと思って、ぶつけられてましたかつって。大丈夫です、大丈夫だと思いますよつって。大丈夫です、下手くそなだけで大丈夫でした。でも正直あんまり上手いとは言いませんでしたけどつって。でもあの人の入り方すげえ謎だったんだよ。すげえな、斜めってたじゃん。でもあれさ、右側の方に行って、こういう状態で削れ入ってってるんだよ。なのになんでこういう風に車が曲がってたのかが謎でしょう。一部始終止めんの見てたけど、違う、これ地形だと思ったんだよ。そう、忘れてしまった。なんであんなに下手くそなの。こっちからバックしてこうだったら、まあこう斜めに止まるの分かるじゃん、ちゃうからね、こっちからだったらね、だからすげくね。慣れてない。いや、慣れてないよ、ほどかるでしょ。切り返ししてまっすぐにしない、あの神経だから迷惑だよね。変なプライド持ってるでしょ。なんか出る人、両サイドでさ止めてて出る人のこと考えてないのやばいよ。あれマジ、ああいう人免許返納した方がいいよ。危ない、これ。ペーパーだろ。あれ、なんかヘリコプターが大山の方飛んでるぞ。よく見えるね。なんかあったか。よく見えるね。飛んでる。確かに紅葉シーズンでライトアップシーズンになってるから、
あれ違う、あれは撮影所、違う、あれなんか